あのなんか政治の日に大手新聞紙に、えー、レッドプルレッドプル僕すごい好きでよく飲むんですけど「あのくたばれ正論」という広告が出たって言うんですねちょっとあの手元に資料があるんで読みますけど「くたばれ正論この世の行き過ぎた正しさが君の美しい角をあ、ま、丸く削ろうとする正すぎることからは何も生まれない」。 常識を積み重ねても所詮それは常識以外の何者でもないから自分の感受性を守れ自分の衝動を守れ自分の中をバカを守れ本能が面白いと感じる方へ動くんだまっすぐ愚直に大きく行こうっていうこれがなんかまあネット上で話題になってるんですけど僕これやっぱり見ててよく意味が分かんないなと思ってあのあのね僕、まあ、これここからはだから僕まずレッドブルのこのコマーシャル自体については。 あのそれが宣伝として成功してるかしてないかとかそういうことをあ俺あんまりあしこれでレッドブル買うとか買わないとかそうもなくてまあ普通にあれば飲むし買うしあのなんだっけモンスターってのもあるじゃんレッドブルとモンスターってどういう関係あるのかなよくわかんないんだけどあのオルナミン C とかねリポビタン D とかありますよねエナジー系のドリンクまああれば飲むけどまあだけど最近はそんなに飲まないかなうんなんか。 飲むとにかく、まあでまあ、広告としての是非は置いといて、あのー、このいかにもなんか日本っぽいなって感じがして僕レッドブルって僕の理解では国際的なコミュニケーションとしてはエクストリームスポーツとかなんかそんなことやってるイメージがあるんですけど気球に乗ってどっか行くとかすいません本当グって検索してないんでなんか僕のあくまでも印象ですけどだからなんかそのスポーツマンシップっていうか限界に挑戦するみたいなそういうあのコミュニケーションをしてる。 会社っていう感じがするんだけどそれを日本にローカライズした時にこういうコマーシャルになるんだっていうのがすごい不思議な感じがしてそれでそのそもそも正論っていうのってまあ日本の言語圏ではよく聞くけどの正論って何なんだろうっつってその今ちょっと検索してるんですけどポリティカルコレクトネスなのことかなと思ってそれで調べるじゃない英語で正論って何て言うのかなと思うとサウンドアーギュメントジャストアーギュメントとか。 フェアアーギュメントとか,なんか要するになんかどれもちょっとピンとこないっていうかサウンドアーギュメントジャストアーギュメントまあサウンドとかジャストとかフェアとかそういうことなんだと思うんですけどなんかその前から思ってんだけどでこれって何かね10年前20年ぐらい前かな一部のなんか評論家とか保守派の人たちっていうのがいかにもなんかあの温浴び取ったようになんだっけ人権人権とか言ってるけど。 人権が正しいわけじゃねえだろうとか人権心理教とか言ってるおじさんたちがいて俺なんか全然意味は分かんねえなとか思ってて「人権大事でしょうみたいな普通に「ヒューマンライツ大事でしょうってだからそれが絶対的な真理じゃねえだろうとかなんか星論それこそ「正論」っていう雑誌なんかありますよね。あれって産経新聞でしたっけ諸君が亡くなっちゃったんだっけ た田部正論っていう時何かその松尾隆さんとかが「正論って雑誌の名前かと思った」っていやそう,そうじゃないでしょうってまあ思ったんですけどまあその辺りその正論とかにも載ってたような気がするんだけど「人権人権」とか言ってそれが絶対的な真理だと思ってんじゃねえよみたいなおっさんたちのなんかざれ言俺から見るとざれ言書いてあって何言ってるか分かんないよみたいな <laughs> 本当に何言ってるか分かんないなって感じがしてたんですよね。で なんかね、日本の言語空間ってなんか十分に鍛えられてないところがあって出るところに出たら一発でふと吹っ飛んでいっちゃうような議論が意外と通用してるところがあるなんかねじ曲がってるっていうのがあのちゃんとベースになる考え方が共有されてないからなんかすごくローカライズされたわけわかんない言い方が今日成立してるみたいな印象があるんですよ。 でも最近はねあんまりそういういこともなくななくっっててきたかなってだから Twitter とかいろんなことで英語圏の情報とかあの世界の情報が行ったり来たりするようになったからなんか昔ほどその人権とか人,理人権心理教とかそんなこと言ってるおじ変なおじさんたちがいなくなった感じはあったんですよ。あの <laughs> だって俺、まあ、そういう時思ってたけどさいやそんなこと言ったら自分の家が。 なんかかされたりとか自分がなんか人権だろうって言ってた <laughs> なんかそういうおっさんたちは自分の人権はどう思ってるのかなっていうのが前から疑問だったんだけどまあそれなんかよく分かんない人たちがいたわけですけどそういうよく分か,かんない議論があったんだけどこの「くたむらへ正論」っていうえ広告にはあのなんかねだん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 まともになっていくんだけどこの文章を下にくぐっていくに従って例えば自分の中の馬鹿を守るとか本能が面白いと感じる方向に行くんだっそこら辺はまあいいんだけど出だしがちょっとなんか。 日本っっぽいなっていなてうか、えー、とグローバルにはすごくいいあのコミュニケーションしてるはずのレッドブルがが何で日本にローカライズしようとてうと日本マーケットに合わせようとしたのかなちょっと滑ってるなって感じがするんですよねだから正論がまずそもそも日本語でしかないなんかなんていうの感覚というかこれ内田達さんなんかも言ってたんだけど僕なんかもやっぱり。 インテ自分に言うのも恥ずかしいんですけど端くれとしてあんまりなんかそもそも英語で日本に翻訳可能じゃないことっていうのはうちはその場合フランス語だったからあの論説的な文章では使わないっていうのがまあよく自分で思うことなんですよ。まあ文学的な文章だったら別だけども論説的な文章は基本的にユニバーサルな概念しか使わないって言ったから正論っていう言葉は僕はおそらく使わないんだと思うんですよね。よくかかんないから意味が <laughs> だこれが人権とかポリティカルコレクトネスとかそういうんだったら分かるんだけど正論ってはなんか日本のなんかある種の文脈の中で使われることあるじゃないですかなんかそのちょっと面倒くさい感じのおじさんとかおばさんがいかにも言いそうな感じだと思うんだけど、あのー、なんか基本的になんかあんまりグローバルな、ええ、思想の市場では通用しない言葉のような気がするんですよ正論ってのは。あの申し訳ないんだけどいや正,申し訳なくて正論に申し訳ないっていうよりも。 正論って言葉が大事だと思ってる方々には申し訳ないんだけどまあそれが僕の率直な感想でここでくたばれ正論って言われても何のこと言ってるのかなみたいなこれがだからあのニューヨークかなんかにある PR エージェンシーとかだと絶対こういうあのー、コピーは書かないんだと思うんですよねこれをやってらっしゃるのかどこの広告代理店の方でコピーライターが誰なのかわかんないんだけどちょっとローカライズされすぎっていうか日本的すぎるなって思うのがまあ一つのまず第一の 感想なんですけどでこれなんかそのえっ、ー、とツイッターの感想とかちょっと見てたらなんか意識高い系の人向けのなんか情報商材とかオンラインサロンとかそういうのの、あのー、なんか触れ,れ,れ文句触れ込みに使えるなみたいなこと言ってあ確かにそうだなと思ったんだけど僕は前から思ってんだけど日本の,そのベンチャー界というかそのスタートアップ界ってなんかちょっとなんかなマイルドヤンキーというか生きがってる兄ちゃん まあ姉ちちゃゃんんよより生きっっていい兄ちゃんの方がやっぱ多いよねそれやっぱりテストステロンのせいなのかよく分かんないんだけどそういう人が多いって感じがあってなんかその GAFA 的なそのアメリカの西海岸的なまっすぐさがない感じがなんか前からしてるんですよ。なんかそのこれあくまでも印象論ですよあの。全体としてそうだっていうんじゃなくてなんかあの例外なくそうだっていうんじゃなくてそういう会社が多いなみたいなちょっといきがってる感じっていうかでなんかこの「くたべて正論」が訴求している 日本の若者ってそういうことをターゲットに考えてるのかなとか思うんだけどだからこそでも日本のスタートアップっていうか IT 系のベンチャーってなかなか日本の外に出ていけないんじゃないかなとか思うしもうちょっとねあの僕あのスティーブ・ジョブズは一回日本に来た時にあの幕張でやったのでまあいつものしゃべり方だけど基調講演聞いたことあるでしょあとビル・ゲイツさんは何回か聞いたことあるでしょ。あと えとなんだっけジャック・ドーシーさんだっけツイッターのあの人も聞いたことあるしグーグルのラリー・ページだったかセルゲイ・ブリンだったかどっちか忘れたんだけどあれページだよなの話もあの聞いたことあるんですけど生,生であとあのそうかグーグルのエリック・シュミットさんの話も聞いたことあるなそんなところだろうかねあのもっと真っ赤ぐなんですよね向こうのスタートアップっていうかあの IT 系の企業ってヒューマンライツとかあのそういうことに関してはだからなんかもうちょっとなんか まあいい意味でも悪い意味でもちょっとエヴァンジェリスト的なところがあるわけですよ。そのでもそれってある意味じゃ必要なことだと思うんですよね。そのやっぱり IT を日本人間の価値というか人間の生活を良くするために使っていくっていうそういう意味においてはすごく重要なポイントだと僕は思ってるんですけどそれに比べてなんか日本のスタートアップってなんかね行き <laughs> がってるっていうかなんかよく分かんないことが多いんだよねその価値観というのが。でそれで がちょっと日本の限界になってるっていうかあの例えばイーロン・マスクみたいなああいう感じの突き抜け方ってのがなかなか日本出てこないっていうのはなんかその日本のぐちゃぐちゃした言語空間っていうのかメディア空間の中でちょっとサブカル化していく感じがあるんですよ、ね。これ僕もあくまでも僕の印象なんですけどだからこの「クタばれ正論」の「正論」っていう言葉をこうやって大きく使うっていうのはなんかもしこれでその意識高い系の日本の若者に訴求してんだとするとなんかロそういう意味でのローカライズを感じちゃうんだよね。なんか <laughs> 限界というか、うんそれだとちょっとこれくらいしか伸びないんじゃないかなみたいな。だからセールンっていう言葉がよく分かんないんだよね。だから人権とか平等とかエンパワーメントだとかヒューマンライツだとかねフリーランとかとかエンパワーメントユニバーサルバリューとかそういうなんかもっと世界的に通用する言葉であの語る方がいいんじゃないのあの広告のえっ、ー、とコミュニケーションとしては。で日本市場ってのは地上波テレビをはじめとして どっちらかというとサブカル10万というイメージはあるんだけどでもやっぱりレッドブルみたいなあのグローバル企業に期待したいことはむしろそのグローバルスタンダードっていうとまたやらしくなっちゃうんだけど普遍的な価値により沿ったコミュニケーションの方がいいなとだからナイキはね僕はそれをずっとやってらっしゃると思うんですよあそういえば今日もまたまあ、いつも走ってるけどナイキたまたまねナイキこれずいぶん来てるよこれナイキのナイキのコミュニケーションはそういう意味でいうとすごくグローバルなスタンダードで らにてるる気がするしアップルもなんかそういう感じするんですけどレッドブルはなんでこのコマーシャルでは日本の市場に合わせちゃったのかなっていうのちょっと残念だなっていうか後半はいいんですよ後半はなんかスティーブ・ジョブズが言いそうなことなんだけどい最初の「いきさいきなんていうの出だしのくたばれ正論」っていう言葉だとかこのようにいきすぎた正しさが「いや正しさいいっしょ」みたいなこのうつ丸い角を美しい角を丸く結論するってなそのは、ね、アップルの「ThinkDifferent」のコマーシャルでも。 えとラウンドペグなんだっけスクエアの中にラウンドペグ入れるのかなっていうので入れてるけどでもあのティンク・デファレントのコマーシャルはあまりにも素晴らしすぎてあれが全く普遍的な価値のコマーシャルだと思うんだけどあのそれでくれででばいいのにって思うんですよせっかくグローバルにそういうコパ,ブリケパブリシティというかコミュニケーションを展開してるんだからわざわざ日本市場に合わせてなんか小さく前習いっていうか悪い意味での盆栽的な価値観に。 あの落ち込めること全くなかったのかなって思いますけどまあくたばれ正論のだからコマーシャルは残ちょっと残念な感じがしますけどそこにやっぱり日本の社会の現状と限界があの今言ったようなことで、えーまあ、あの反映されたのかなと思いますけどねまあ僕このコマーシャルに関係なくレッドブルー飲みますけどね <laughs> 美味しいからえー、っとモンスターも飲むんだけどモンスターとレッドブルーの関係が分かんないって誰かばかるの人があったら教えてください。 ということで、えー、レッドブルの皆さんよりさらに、えーとこ,れまあ、これはこれで皆さん頑張っていると思うんですけどさらに素晴らしいコミュニケーション、えー、お待ちしております期待しております。